自動車工場は常に新しい。ニューモデルの自動車が生まれるたびに巨大な工場が出現するという。我が国の自動車産業の発展ぶりは世界に類を見ない。昭和30年10万台に過ぎなかった生産台数は8年後には10倍の100万台を突破、さらに4年後の昭和42年には300万台を超えてアメリカに次ぐ世界第2の自動車生産国にのし上がった。そして今年は500万台を超えることは間違いない。鉄鋼、機械、部品、タイヤ、石油など関連産業にとって自動車は最大の需要産業となり、我が国工業生産の1割を占める基幹産業となった。